元ら新皇天行6年7月26日は、平安時代前期から中期にかけての皇族、家人、妖精天皇の第一王子。官位は三種な、京武教。父、妖精天皇の上位後に生まれる。縁起三年及び縁起七年当年準急により、年休を賜る。延長七年十月に、彼の四十の三がに際して、妻の信子内新郎は、きつらゆきに、 呂部下を作らせた。上平6年3月には、右大臣、藤原中平らともに、第五次に、塔の新柱を侵入した。天行6年7月26日皇居去年54。色好みの風流人として知られ、山和物語や、今弱物語集に逸話が残るが、特に、歌いん日の藤原芳士との恋愛が知られる。また、よく通る美しい声をしており、 元日の総賀の声は非常に素晴らしく、大極伝から土場の作り道までその声が聞こえたという。五千和歌集以下の直線和歌集に和歌作品二十首が二首。元ら新郎集という歌集も後世になって作られた。小倉百人一首には元ら新郎の作として以下の和歌が取られている。詫び塗れば今旗同じ難波なる身を尽くしてもあわんとぞ、思う。小倉百人一首二十。 孫皮文脈による、ありがとうございます。